典型的なセパレート型ステレオ4、チャンネルステレオ前世時代に大普及した、セパレート型ステレオ、または、セパレートステレオは、レコードプレイヤーとアンプ、チューナーを一体化した、センターユニットと左右のスピーカーを分離して設置できるように設計された、ステレオセットである。1960年代半ば頃から、1970年代の半ば頃まで、 ステレオ装置の主力商品であった。アンサンブル型ステレオも含めて俗に、モジュラーステレオ、家具調ステレオなどと呼ばれることもある。典型的なセパレート型ステレオのデザインは、以下のようなものである。ステレオ LP が、初めて発売されたのは、1958年、歌謡曲やポップスの、ドーナツ版と呼ばれる、EP のシングル版が、ステレオ化されたのは、 1961年頃である。パーツやユニットと呼ばれる部品を集めてステレオを作る趣味はその頃からあったが、レコードもかなり高価で、よほどのもの好きか金持ちの趣味だった。やがて一般家庭への普及を狙うため従来から存在する電竹をステレオ化し、家具調の筐体にステレオスピーカーとレコードプレイヤー、アンプ。 中ナを内蔵した安価なアンサンブル型ステレオが登場しステレオ普及期を迎えるが低価格化を第一に狙った構成でありスピーカーユニットのレイアウトの制限による分離の悪さや同一筐体にレコードプレイヤーとスピーカーを内蔵していることによる共振によるハウリングの問題何より日本の住宅事情にそぐわない大きさによる設置の自由度のなさという難点を抱えていた 1960年代の高度成長や音楽文化の普及、オーディオ技術の発達を背景に、それらの欠点を改善し家庭にいながら、コンサートホールの雰囲気が楽しめるという触れ込みで売り出されたのが、1960年に福音電機から初めて発売されたセパレートステレオ PSC-1 であった。それらは、 茶の名や応接間などに電と据え付けておくのにふさわしい家具調のデザインのものが多く、その家庭の教養と趣味の高さを示すステータスとしての貫禄も十分あった。ただし、左右のスピーカーと中央のコンソール部分が分離しているとはいえ、これらの3体を並べた時の見栄えでデザインされており、ほとんどの販売店でもぴったり並べで展示していた。 このため、一般購入者の音響技術に対する無知や日本の住宅事情と相まって従来のアンサンブル型に似て並べて設置されることがほとんどで、設置の自由度は実際には設置時の搬入方法の自由度の意味しか持っていなかった例が多い。中には左右のスピーカーを並べてタンスの上に置いているような過程すらあった。 1968年に登場した1000円版や4チャンネルシステムも追い風となり、一般家庭だけでなく、学校や公民館、青少年会館などにも設置された。初期のセパレート型ステレオは、従来からあった電池を、ステレオ化し、筐体を分離可能にしたものに過ぎず、オーディオ機器としては貧弱なものであったが、後期になると、カートリッジ交換可能なトーンアームや、 外部入力端子の装備、アンプのマルチチャンネル化、マルチウェイスピーカー搭載など、相応の高機能化も図られていた。しかし、1970年代後半になると、若い世代を中心に、より高性能のオーディオ装置を求める消費者が増え、レコードプレイヤー、アンプ、チューナー、さらにプレイヤーのアームの先につけるカートリッジを、 別々に買って楽しむコンポーネントステレオが普及、拡張性やフレキシビリティの乏しいセパレート型は、カタログの中でも安価な商品という位置づけになってしまい、次第に姿を消していった。当時のステレオ電池には、2スピーカー内蔵ではあるが実際には、モノラルのものも多く存在した。ありがとうございます。